ずいぶん日が上がりました。朝はすごくね食い込みが良かったんですけども 0.25 のラインで警戒心の高いヤマメを狙います。重りは4号とすごく小さなやつからスタート、4号5号を主体で使います。ラインが細くなった分重りも小さくて済みます。目印もそれに応じて細い目印にします。やはり広い中でも変化のある場所、落ち込みがあってやや流れが緩やかになるこの私の正面あたりですね、ここら辺がいくらか深くなっているのでそこで待ち構えているか、このお尻際ですね、どちらかです。2箇所あります。これはこの落ち込みのところからなじませていってずっと今当たったの分かります？今当たりましたよね。この魚をどう攻めるかです。水深もう一度見ます。これよりも少し深くして深した方がいいでしょう。この流れ込みに落としてこれを立てます。立てていきます。立てていきますよ。はい、このポイントですね。落ち込みがあってやはり岩盤がせせり出てて、その下がこの真正面この辺ですね、ピンスポットでやや深くなってるところ、こんなところにいます。ですからいきなり流針よりも流針のやや白輪の三角形になってれば弱くなってるところから餌を引き込まして入れてきてこの正面に持ってくるという方が違和感ないですね。これはそーっと近くへ寄ってって入れていきます。カワムシでやってみます。よし、いいところを打ちました。ここの部分に打ちたかったんですね。で、ここから徐々に、おお、今の当たりです。魚が擦れてるんですね。カワムシの反応すごく良かったんですが、今度はミミズにしてみます。針先はきっちり出るようにして、この魚なんとか取りたいな。餌はミミズ、このシワから流してって流針に入れます。流針に入れてここで当たりが出るわけだけど出ないですね。重りと餌の感覚を少し離しました。ここで入れていきますね。今度はどうかな、下からの引き上がりがあるけども、ここのところで見てるやつがツンと、ああ今の当たりキャキャキャ擦れてますね。